おはようございます、ゆうへいです。さて本日もアルバイトでございます。朝ごはんね、いつものように食パンを食べていこうかなというところですね。なかなかええ感じで焼けてます。そして本日のお弁当はこちら。なんとなく寂しいけど、これトマト、ちくわ、唐揚げ、そしてこれ一応ね煮卵です。そして冷凍春巻きをポトンと入れて、何、大人のふりかけでございます。さあ本日は雨でございます。嫌ですよね。なんか仕事行く時に雨降ってると濡れるのがねちょっと嫌ですよね。帰りだったらまあ家帰るだけなんでまだマシなんですけども、まあ仕方ない。今日もね頑張ってこようかなと思います。どうもおはようございます、ゆうへいです。さて本日はアルバイト休みでして、久々にね今日天気がいいんですよね。最近もう結構寒くて、そして雨が降ってることが多かったんですけども、久々の晴れ、そしてまた明日から雨みたいなんですけども、まあそんなわけでして今日久々の晴れまであんまり寒くなかったのでジョギングに出てまいりました。久々ジョギング、これもまたやっぱり寒すぎたりするとねもう走らないんで、走りませんから、まあ久々にね、今日もあったかいんでジョギングに出てまいりました。やっぱいいっすね。最近結構なんかこうダラダラしてた感じがするので、まあバイト行って帰ってもバイトの日々ですよね。なんか疲れてしまって、まあ、バイトは頑張ってますよ、バイトは頑張ってます。まあ働くこと自体を好きなのでね、まあどんな内容のことであろうとも頑張りはするんですけども、まあそれで疲れてしまってね、そのバイト以外の時間はね結構ダラダラしているので、まあたまにはこうやって走るのもいいかなと思います。そして休みの日はねだいたい動画編集をしていることが多いんですけども、今日はね動画編集しようと思ったら動画がなかった。もう撮った動画全部で出してしまったので、とりあえず撮影を始めて、まあまたねこの撮った動画を、編集したいなと思います。まあ実はね昨日ちょっとね動画撮り始めたんですけども、途中でやめてしまったんでね、まあ昨日撮った動画はまあ出すかどうか分かりませんが、そうですね、ちょっとまた今日は動画を撮って編集していきたいなと思います。それにしてもアルバイト生活ってのも大変ですよね。なんか仕事にもねもういよいよね慣れてきたんですよね。この僕のバイトね、最初はオープニングスタッフということでね、なんかこういろいろとこうガチャガチャしてたんですけども、まあそういう感じもね今なくなってきてて、もうだいぶね僕倉庫で働いてるんですけども、倉庫の中での仕事もね安定してきて、なんか決まりきったことをね決まりきった風にやるだけという感じなんですよね。だからなんかもう平和平和っていう感じ、めちゃめちゃ平和でございます。そんなさなか、なんやろな、このままねこの仕事を続けていくっていうのは、ね、やっぱいけないなと思うわけですよね。僕のバイト先ね、なんかいろんな人がいるんですよ。まあ当たり前ですけど、当たり前なんですけど、いろんな人がいて、若い人からね、あとは、まあ、僕より年上の方もいらっしゃいます。でも男性も女性もいるしね。で特になんか若い人を見てて思うのは、なんか時間がもったいないなとかって思うんですよね。普通に30代の男性で、まあ、普通に働いてるわけですよ。普通にいい人たちだったら、こんなねアルバイトじゃなくて普通になんかこう働けるんちゃうかなと思うんですけども、そんな風に思いながら自分自身もね、なんかもっと別のことできるんじゃないのかなと強く思ったりもします。まあ人に言いながらね、言いながらっていうか言ってないですよ、人に思いながら自分にも思うっていうね感じですね。はい、まあそんな感じでちょっと今日はね久々に動画編集もやらないでちょっと撮影に専念したいなと思います。せっかくなんでお出かけでもしたいですね。それではお昼ご飯なんですけど、これ
トップバリューの味噌ラーメン、これね食べてみたいなと思います。インスタントラーメンね最近高くて、これの5袋セットで、そのチキンラーメンとかでもね500円ぐらいしてたんですけど、これはね確か5袋セットで300円ぐらいでした。ちょっと安いというわけで、本日はねこれいただきます。はい、先にねキャベツとお揚げをちょっと柔らかく煮といて、今、麺を投入しました。これで3分待ちたいなと。完成。ラーメンに海苔もトッピングしてみました。それではいただきます。さあどんな感じ、トップバリューの味噌ラーメン。まあ見た目は普通ですね。何の変哲もない普通のラーメン。ではうん、美味しいです。まあ普通ですね、まあ、そんなに食べ比べをしてるわけじゃないから、ラーメン好きなんですけどあんまり変わらんから、まあ札幌一番やと言われて出されれば、あそうなんだって言って食べちゃいますね。これ美味しいですね。なんとなく休日のお昼っていう感じがします。この頃ねバイト生活なので、お昼はね弁当が多いんですよね。だいたい弁当とか、あとはまあおにぎり作っていったりとか。なのでこういうねラーメン、昼飯ラーメンはねちょっと機会が減っちゃってるんでね。うん、うまい、うまい。なんかこう休日感がありますね。休日感が、午前中は一応ね3キロだけ走れました。本当はね筋トレもちょっとやりたかったんですけど、もうめんどくさかったんで、もうとりあえず走りましたね。うん、とにかくねなんかこう走るということのハードルを下げて、なるべく走る回数は増やしたいですね、これからね。暖かくなるので、また夏になっちゃうともう暑すぎて走れないんで、このいい季節の時にねなるべくたくさん走ったりとか、あと筋トレもやりたいんですけどね。ついついサボっちゃうんですよね筋トレは。なんかこう向き不向きとかあるんすかね。めちゃめちゃ天気がいいので桜でも見たいなと思って、去年も来たね大阪の鶴見緑地公園というところにやってきたんですけども、桜1ミリも咲いてないですね。全く咲いてない。去年来た時はね結構もう満開レベルで咲いてて、で最近ねバイト先でね桜の話出たから、ひょっとして咲いてんのかなと思って見に来てみたんですけども、全く咲いてない。というわけで、そうね、まあ失敗です。まあちょっとふらっとねせっかくなんで池の周りでも歩いて、まあせっかくなのでまあちょっとこの辺りでもね散策していきますか。こんなことならあれやね、梅を見に行くべきでした。どこかに梅を見に行くべきでしたが、まあしゃあないですね。ちょっとお散歩したいなと思います。見てくださいこれ、ちょびっとだけ咲いてるこれ。はい、春はもうすぐそこでございます。こんな感じ、ちょびっとだけ咲いてる。いやー綺麗やね。ででん、こっちは梅ですかね。なかなか綺麗に咲いてる。桜じゃないもんね、梅やもんね。ちょっと赤っぽいというか、いやー綺麗綺麗。さてね、久しぶりにイオンに来てみました。前にもね来たことがあって、その時はまあ無職やったんですよね。今もまあバイト生活なんですけども、で、まあ、結構久しぶりということで、以前来た時はねなんというかこうキラキラした世界がね自分には眩しかったんですよね。イオンに来てなんか人がいっぱいいて綺麗なお店があって、なんか一体自分は何をしてるんだろうっていうね気分になったわけですけども、まあ今現在ねアルバイトを始めて、まあ無職の時よりは全然ね多くの方となんか喋ったりするので、まあ人間的にちょっとね僕自身変わったのかどうか分かりませんが、まあ特に用もなくイオンモールにやってまいりました。ちょっと見てこようかなという感じですね。
どういう気分になるのかね。まあ早くね、まともな人間になりたいものです。せっかく来たからさ、フードコートでね、なんか食べたりとかもしたいなとも思うけど、まあさりとってお腹も全然減ってないので、なんとなくふらっとねしている状況でございます。まあなんかいいっすね、たまにはね、こうやってこう買い物するのも楽しいっちゃ楽しいです。まあ以前はね、なんとなくこのイオンに来て異国の地にね、ポツンといるような気分に若干なりましたけど、なんか自分の居場所はここじゃないみたいなね、変な気分になりましたが、まあ今日のところはそんなこともなく、まあただやっぱりちょっと暇は暇ですね。特に欲しいものもないので。帰ってまいりました。というわけでちょっとね、とりあえずまだちょっと早いんですけど、おビアでも飲みつつね、休憩したいなと思います。というわけで、なんやろ、お花見に行ったけども桜はほぼほぼ咲いておらず、梅を見てですね、そしてまあイオンモール行って、帰ってきたなという感じですね。まあ以前はね、本当はまあ何度も同じこと言いますけども、無職時代の時にイオンモール行ったら、なんかこう自分の居場所はここじゃないなっていうね、感じすごかったですけども、今はねもう普通でした。まあ普通になんかスタスタっと歩いてね、感覚的にもね、まあ全然問題なく、帰ってくることができました。そしてですね、ついでにね、買い物、実はねイオンでね買い物をしました。それ何かと言いますとですね、こちらででんと、ユニクロで、まあ、何の変哲もない普通の、T シャツを買いました。僕の場合サイズ的には M ですね。 M の1500円の T シャツ買いました。クルーネック T シャツ、もうただの白の無地 T なんですけども、僕ね、その T シャツとかっていうのもいっぱいあるから、なるべく買わないようにしてるんですよね。で、その古い T シャツを着て、まあボロくなったら捨ていって、どんどんその自分のその服、持ってる服の量をね減らしていきたいなと考えてたにもかかわらず、ついつい買ってまいりました。これ久々に買った服を、何年ぶりやろう、もうそういうレベル感です。 T シャツを買ったマジで何年ぶりっていうレベル感で買いました。何年、もう5年ぶりぐらいかもしれないです。いや本当に大げさじゃなく、まあぐらいの勢いで、まあ5年ぶりにね T シャツを買ったわけなんですけれども、まあたまにはね、やっぱりこうやって買い物するっていうのもいいですよね。今まで僕もなんやろ、ヨレヨレの T シャツをね着てね、古い T シャツを着て、まあボロくなったら捨てるってやってるんですけども、やっぱそれじゃねテンションが上がらないじゃないですか。まあヨレヨレの T シャツ着ててもかっこ悪いし、まあなんだかんだ僕10年ぐらいね、あんまり人と接することのない生活をしてたんですよね。まあ今までこそこのバイト生活をしていて、なんやろ、いろんな人と会うわけですけども、その前は無職一人暮らしをしてて、その前はニートやってましたから。でその前は一応まあ社員としてね、正社員としてドイツで働いていたわけですけども、その時もリモートワークで、もう自分家でね、家で一人で働いてたから、人と喋るとか普段人と会うっていうことがなかったので、基本的にはね引きこもりだったんですよ。僕10年ぐらい引きこもってあんまり人と喋ってなかったから、服とかもねなんかあんまり気にしてなかったんですけども、まあそんなね生活をしてたんですけど、まあようやく最近はねこう人と接する機会もあるのでね、綺麗な T シャツを着てね、今度は出勤したいなと思ったわけでございます。もうこれを機にね、古い T シャツはもう捨てた方がいいですね。もう
ヨレヨレになるまで切るとかって言ってたらもう何年もかかります。何年もかかる。だってこの T シャツって何やろ、何日、何回ぐらい切れるんでしょうね。本当に分かんないけど、だって10回や20回やないですよね。何十回も切れますよね。だから何やろな、 T シャツ5枚ぐらいあったらね、別に1年以上は全然問題ないとは思うんですけど、まあそれぐらいのレベルなんで、ある程度古いもんはね、もうどんどん捨てていきたいなと思います。なんかね、古い布、こういうね古い布にはなんか良くない空気が溜まりがちって聞いたことがあるのでね、うん、今後はね、せっかく今バイトも始めたことなので、古い服を捨ててですね、ちゃんと身なりにも気を使ってやっていきたいなと思います。もう今日着てたあのダウンのね、ジャケットももう古いんでね、なんか汚いんですよ。だから、そういう汚い服を捨てて、新しい服をね、買いたいなと思います。よし、それでは晩ご飯をね、作ろうかなというところで、本日は、デデン、豆腐チゲ。これね、やってみようかなと思います。なかなか美味しそうじゃない？クックドゥのやつなんですけど、まあ、本当はね、ライブの時にやろうかなと思って買ったんですけども、ちょっと前に買ったこの豆腐のね、賞味期限も切れちゃってるんで、まあせっかくなんでこの豆腐チゲをね、今回は、やろうかなと思います。さてさて、豆腐チゲなんですけども、今現在こんな感じでございます。ちょっとね、開けてみようかなと。では、オープン！おー、めちゃめちゃ美味しそう。豆腐チゲ、これ3人前から4人前って書いてあるんで、ちょっとね、多いかもわかりませんが、食べてみようかなと思います。それではいただきます。豆腐チゲ、皆様食べたことございますでしょうか。僕はですね、食べたことがあるのかないのかよくわからないなんですけども、多分辛めの豆腐なんでしょうね、チゲやから。はい、こんな感じで、確かにこれちょっと多いと思うんですけど、いただきたいなと思います。あっぱ、熱いけども、そんな激辛かもないですね。おいしい。まあ辛くない、そんなに。はい、これ中辛って書いてあるんですけども、そんなに辛くはないのかなという印象ですね。まあ一口食べただけなので分かりづらいですけど、おいしい。ではお肉、うまい。まあ結構豆腐をね、ちょっと多めに入れたりとかしてるので、この材料いろいろ書いてあるんですけども、ちょっと多めに入れてるから味が薄くなってるのかもしれませんけども、全然問題なく美味しい。はい、お風呂にね入ってまいりました。これからね、もう寝ようかなと思います。いや、いつもやったら晩ご飯を食べて、そのままエンディングを撮って動画をね締めるんですけども、今日ね、なんかご飯を食べてもうそのまま寝てしまったんですよ、もうソファーで。なんかもうあまりにも眠くなっちゃって寝てしまったんで、
で、そのまま、明日もね、明日もバイト、明後日もバイト。そして、まあ、今日水曜日なんですけども、まあ、木、金、土とバイトなんで、まあ、またね、明日から頑張らなければいけないんですけども。なので、まあ、その、ちゃんと寝たいわけですよ。ちゃんと寝たいから、もうとりあえず今風呂に入ってきたんで、これからね、ちゃんと、まあ、寝ようかなと思います。それにしてもさ、こんな中途半端な時間に、今何時？まあ、11時半なんですけど、中途半端な時間にね、飯食って、そのまま寝てしまうって、まあ、結構眠かったわけですよ。で、なんでそんな眠かったのっていう話になるんですけど、よいしょ。今からね、ここ、これ僕のお布団なんですけども、まあ、ここで寝るんですけど、見えるかな？ここで寝るんですけども、まあね、その、なんでさ、そんな眠かったのっていう話なんですけど、僕ね、アルバイトを始めてからというもの、なんやろな、夜中に目が覚めてしまったりとか、朝早く 目が覚めてしまったり、することがね、ちょいちょいあるんですよ。その、バイトを始める前は、僕結構、ちゃんと寝れる人で、夜寝て朝までぐっすりタイプだったんです。だけど、この頃ね、なんかようわかんないけど、目が覚めてしまったり、するんですよね。で、今朝もなんかね、やたらもうね、朝早く目が覚めちゃって、4時ぐらいです。4時ぐらいに目が覚めちゃったから、まあなんかトイレ行ったり水飲んだりして、で、まあそのまま起きるのもなんなので、布団の中でうだうだしてたんですよ。で、なんやかんや7時過ぎぐらいまでうだうだ、まあなんかこう浅い眠りですよね。浅い眠りみたいな。すいません。今カメラが落ちちゃったんですけども、浅い眠り。浅い眠りなんで、結局睡眠時間が短かったと思うんですよね。なので、その晩ご飯を食べてお腹いっぱいになって、思いっきり眠くなってしまって、まあ寝ちゃったのかなと思います。というわけで、まあ今回はね、いつものように、ご飯を食べてエンディングではなくてお風呂に入ってからのエンディングとなりました。どうなんでしょうね。やっぱりバイトして結構疲れすぎててもよく寝れないんですかね。まあ、アルバイトなんでその仕事として考えたら楽は楽なんですよ。何の責任もないしね。その仕事としてはもう楽は楽、仕事内容も簡単やし。だけど、まあ、朝からね、夕方ぐらいまで、なんやかんやこう一生懸命体を動かしてれば、それなりに体は疲れますよね。だからそういうことが影響して、なんかよく寝れなかったりするのかなとも思うんですけども、まあちょっと、今後はね、よく寝れるように、なんかこう工夫をしてね、何かしら変えていきたいなと思います。よく寝れないともう昼間もね、昼間結局眠くなったりするので、あんま良くないんでね。はい。まあ、そんな感じの僕の今後もね、このチャンネルで動画にして出していきますのでね、また見ていただけると嬉しいです。ちなみに僕ね、以前はドイツに住んでおりましたので、ドイツの動画を上げていました。そして3年以上前になるんですけども、ドイツから日本に戻りましてですね、実家でね、ニートやってました。そして今現在、大阪でね、バイト生活の日常生活を送っておりますので、もしよかったらね、他の動画も見ていただいて、このチャンネルの続きが気になる方はですね、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。